皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは11月7日のメンテ馬関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ここの辺はちょっと飛ばしていきまして、アップデートですけれども、馬に関しては今週はありました。ですね、はい。で、ちょっと見ていきますけれども、キャラ調整若干あって、あとですね、会話ルームとか、荘園ツリー、マグヌス。あ、これ、成長パスです。成長パスの調教が、ってことですね。めくれの箱を、闇の会話を通じてみせる。ちょっとした変更ですね。はい。で、あとは闇の捕食とか、PVE 関係ですとか、ですね、マスの国にできた、あれですかね。はい。で、そうですね、これですね、厩舎に預けた状態で着脱ができるようになりました。取り出された場所に接続された馬の装備も着脱。あ、これ、取り出された馬車に接続された馬の装備もってことなんですね。はい。あと、厩舎。あ、ちょっとこっちは試してなかったんですけれども。はい。結構、だいぶ便利になりました。はい。こういう感じで。ここに預けてる馬に関しても全部取り外しできますので。取り外してもできるし、つけることもできる。着脱ができるようになりました。ということが、今回大きなアップデですね。はい。で、あとは、登場部増員の展開。登場部選択示される。これに伴いということですね。はい。ということで、今週大きかったのはこれですね。はい。ということで、あとは、依頼とか、デボレか、アクセ関係と会計、UI、システム、あとは、馬に関しては、なしということでいいと思います。はい。ということで、以上でメンテの方を見ましたので、次ですけれども、公開のクーポンはなし。はい。なしということで、次、イベントですけれども、新規イベントは、ログイン報酬。この中、アップアール、狩りに出現したアップアールを対峙すると、無双の毛が出ることもある。ということで、ちょっと見ていきますけれども、シャカトゥーの輝く印象はログイン報酬でもらえます。で、保証書。ログインしてシャカトゥーの保証書もらう。土日ログインで。そうです。そうですね。シャカトゥーの保証書で、これが交換できるので、これ、無双の毛が、1回10枚なので、1回、一回チャレンジできる。はい。のが出てきますけども、保証書30枚で1個、1回だけ可能なので、元素、無双1回チャレンジ分ですね。はい。が交換できるということになります。ということで、ちょっと保証書、ログインをだから忘れないでくださいということと、あと、アップワールド、これ下に映るのかな？あれ？あ、下に行くだけですね。はい。アップワールを討伐すると、そうですね。ここたる維新の箱から、これ、ワンセット1回チャレンジで出てきます。あと、アップワールを倒すと、無双の毛が、獲得できる可能性がある。ということなので、ログインをお忘れなくということになります。はい。
で、次はあと、まあ、デイリー報酬ですね。ログイン報酬、デイリーログイン報酬で、まあ、いつも通り馬関係が、まあ、ありますので、まあ、この辺とか、多分下の方にも。はい。オーラ、スクロール、等々ありますので、まあ、ログインは、まあ、放置してたら、自然とログインしてると思うんですけれども。はい。ということで、あとは冒険者相棒の紹介で、まあ、記念の一勝15個もらえるので、まあ、これ、まあ、馬に関しては、まあ、はい。無双のもんでしたかね。はい。交換できたので。あとは、まあ、進行中です。ハロウィン演奏会などになりますので、まあ、飛ばしていこうかなと思います。はい。ということで、イベントは、だからログインして、シャカトゥの保証書をもらって、箱と交換して、無双のものを得るということになります。で、あとは、まあ、こちらも特になしなので、パール商店見ていきますけれども。そうです。馬に関しては、これ、あ、じゃないの。戦闘スキル。馬にか、馬の関係。そうですね。マロニー。特になしということで、まあ、多分先週とかからあるやつは残ってるかなと思うね。まあ、中で一回見ますけれども。ということで、パール商店も見たので、以上で2本の方見ましたので、次、グロラボですけど、まあ、こちらちょっと大きいのがあってですね、これ多分、だから来週実装ですかね。まず、まあ、キャラクター調整がちょっと大量にありまして、はい、ちょっと多いんですけれども。まだですね。はい。で、ですね。まあ、これ、ロイヤルワークショップ。直接収集。これはちょっと、ちょっと、あれですね。なんですかね。生産、ロイヤルワークショップ。だと、だから加工ですかね。はい。で、これはまああれですけど、加工、これあれですかね。納品の箱が軽くなるって話ですかね。はい。これ、一度に100個。あ、じゃなくて、これインペリアル、これ別のやつ、これ、ロイヤルワークショップに関するものですかな。じゃあ、普通のあれじゃなくてってことですかね。はい。いや、違います。ワインとか書かれてるか、ちょっとややこしいんです。これ見てると、多分今まで10個がさらに100個できるということですね。多分、はい。多分、皇室納品の箱が、今まで10個が、マックスだったんですけど、100個できるということでいいんじゃないかなと思います。はい。配送に。まあ、この辺、ちょっと、馬に関係ないので、ちょっと、はい、飛ばしていきます。あと、掃除機と調ん家具、重量、釣りもちょっとなんか結構、だいぶ変わるらしいんですけれども、はい。変わるっていうか、釣り、あ、だからもう釣りと馬と両方結構ドンと来たのかもしれないですけれども。で、これは交易関係ですかね。はい。で、あとは、ヘリア。で、これですね。はい。
これなんですけれども、ペリドットの、結論から言うとですね、ペリドットの馬車が永久に動けるランプが作れるんだけれども、これ、宝物宝物アイテムなので、まあ、正直かなりレア、かなり、まあ、多分最初に作れた人は話題になるというか、これ、もうずっとなんか放置し、ずっと20、ずっともう放置できるんですよね。はい。で、これな、どうするかというと、まあ、この、ちょっとこれ、ここの役で言うと、同性のランプの彫刻というものが4つと、あと神秘的な魔法の痕跡が1つなんですけれども、この彫刻っていうのが、まあ、6から8の納品で、たまに、まあ、かなり、ちょっと率わからないです。かなりレアに入る。で、あと、一個は、これは、ホバを納品したときに、出るので、もこれ、どうですか？ちょっと最近全然ホバ出てないんですけれども、まあ、これ、これ4つもなかなか、ね、あれですか、こっち側がなんか出る気がしない。で、ホバがそもそもちょっと最近全然出てないので、出る気がしないですけども、これただ、で、これ、根性法ブラックデート、なんか来週もしかしたら実装されるのかもしれないですけども、まあ、手に入ったら、てか、そうなんですよ。ペリバシャってランプの設置ができなくて空欄になってたんですけれども、これが来たって感じですかね。ですけど、まあ、ちょっと多分、かなり、ハードル高いと思います。まあ、ただ、ゲットできたらもう、ペリ馬車をずっと走らせるっていうのは強いですね。はい。ということで、あとは、まあ、馬に関して、ではなしでいいと思いますので、多分まあ来週来る可能性がありますので、はい、ということで以上でグーロラを見たの、あと韓国の方ですけれども、まあ、まあ最近韓国ほぼまあ同時なので、まあ、なんか違うものがあったらって感じですけど、馬に関して。まあ、多分同じく、旧車に預けてる状態とかで付け替えできる以外は特に、韓国でだけというのはないでいいと思います。はい。ということで、以上で韓国も見たので、あと、あ、違います。あと、インベンですね。はい。インベンですけれども、まあ、これ多分また、まあ、ステータスですね。馬のステータスと、あ、これですね。話題になってますね。はい。5% すれば。まあ、ちょっとこれ来るけども。まあ、なかなか多分すごい低確率ではあると思います。イラってち、これ何ですか？ちょっとよくわからないです。はい。ということで、以上で、まあ、インベンも見ましたので、あと中でパールショーで見て終わりたいと思いますので、お待ちください。はい。それでは、バルショーデンですか。まあ、新規では来てないのでですね。はい。まあ、もう一回見とくという感じですかね。まあ、あと、一週間。はい。で、マイレージシルバー特になしで、で、まあ、衣装ですけど、昨日、あ、そうなんですね。ちょっと忘れ、あ、
これね、先週ちょっと忘れてたんですけれども、ここにパッケージで2個選択で紅あるので、あとそうか、あと黒石に、ですね、ちょっともう一度お待ちください。はい、すいません、見たんですけど、ちょっと分かんなかったんですけど、これ、機能性もなんかね、黒石にできるようになるらしいんですけど、ちょっとグローラボ、さっきちょっと、今ちょっと見たんですけど、ちょっとどれか分かんなかったんですけども、まあ、一応ですね、まあ、機能性パッケージということで、これ2つ買うこともできるのが、先週から来てて、あと1週間ありますので、まあ、ね、全部生活レベル統合されちゃったから、まあ、複数買うメリットっていうのは、まあ、あまりないのかもしれないですけれども、まあ、他のものとまあ、あれですね、まあ、栽培とかもするんだったら、これとこれとでパッケージで買うとかいうことも可能なので、はい、ありますということです。機能性単体ではなかった、ありましたね、これですね。はい。ということになります。で、あと、まあ、ペットは、ま、別になし。で、あと、登場物は、ま、あと1週間、この、パッケージですね。はい。と、スクロールのパッケージがありますので、お忘れなくということです。はい。ということで、以上で、11月7日のメンテ、馬関係チェック終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。